ライシュゲンは、スイスベルン州、インターラー県イコールオークにある、基礎自治体。町の名は、ここをドイツ語で人物名ランクティー種に、地名の設備人軍がついた、ランクティー種の人々のという語に由来する。歴史の上では、1285年に、連戦にという名で初めて現れる。1290年には、レンクシンゲンと呼ばれている。 ライシゲ源からバレンベルクや外博物館に移設された伝統的なチーズ倉庫人が居住した最古の形跡は、青銅器時代の斧や担当、剣が見つかっている。中世に歴史で最初に記録された当時、ライシゲ源は、ウンスプネンドすぷンフルー量に属していた。その後、バイスセラウ城のエッシェンバッハ断尺家が引き継ぎ、1334年には、 インターラー圏修道院に譲渡され、その後2世紀は修道院の支配下にあった。1528年、ベルン氏が宗教改革を受け入れると、ベルンコーチにもそれを強制してきた。修道院とラウターブルンネンなどの村々は信教に対して放棄したが、ベルンに鎮圧され、修道院は世俗化されて、支配地は全て接取された。来志資源の最古の教会は、 7世紀か8世紀頃の木造のものであったと考えられる。これが9世紀か10世紀に石造のものに建て替えられた。さらに11世紀には中世世紀の石造様式に建て替えられ、シュトレットリーガー記録にはトゥーン湖の周囲にある12の教会のうちの一つに挙げられている。現在の建物は1675年の大火事の後で建てられたものである。 トゥーンコの対岸から見た、来シ資源伝統的に来シ資源の多くの住民が、トゥーンコでの漁業従事者や船大工であり、その他は湖と山の間の狭い土地で農業を営んでいて、生活はトゥーンコと密接な関係を保持してきた。ところが1780年に、湖岸付近の高専に温泉地が建設されると、生活に変化が生じ、 公船は1873年に枯渇したものの、小さいながら観光産業が生まれることとなった。1887年には蒸気船が接岸する桟橋が設けられ、旅客や貨物の古城交通の拠点の一つとなった。現在では、来資源では、住民は小さな工場や小規模事業、下記の観光業などに従事している。また、労働人口の三分の二は、 インターラー県やベルン付近まで通勤するようになっている。一途来資源はベルン高地にあり、トゥーン湖の南岸に位置する。中心的な村落と散在する農家によって構成されており、村域は湖岸から森を通ってアルプスにまで至る。南側の境界には標高2249メートルのモルゲンベルクホールン山がある。山腹には 美しい景観で有名なマイエリーザルプ集落があり、ホテルとレストランがある。境界を接する自治体は、東側のトゥーンコソイにデアリゲン、オネを挟んで南東に、ザクセテント南西に、フルーティゲンニーダーチンメンタルクのアイシーバイシュピーツ、西側のトゥーンコソイに、ドークのクラッティゲンである。ライシュゲンには、BLS 鉄道のライシュゲン駅がある。ありがとうございます。